皆さんこんにちは、朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。今日はですね、久々にスーパーラジコン秋葉原店の方に来てるんですけれども、僕の知らない間にですね、亀仙流初心者の会の方に仲間入りした方が、いらっしゃいまして、今日初めてお会いしたのでちょっとお話を伺いたいと思います。こんにちは。こんにちは。ヤンミーさん、ね、はい、ヤンミーと申します。初めまして。初めまして。はい、なんかちょっとお話を伺うと、ミニッツ始めて1ヶ月ということで、はい、LINE グループの方ですでにポンタロさんとかワタさんとかですね、はい、の方にもうなんかいろいろと、まあ、教えていただいたりしてということで、はい、まあ、僕もそこら辺から噂を聞いて、なんかもう1ヶ月本当に通いますみたいなお話を聞いてて、はいはい、なんかもう随分うまくなってるんですよってワタさんの方からすごい聞いてます。 ありがとうございます、はい、それで、まあ、ラジコン歴、まあ、ミニッツ歴1ヶ月ということなんですけども、はい、ミニッツの前にラジコンは何かやってたんですか？あ、何も触れたこともなかったですね。ミニッツやったことは、ラジコンやったことなかったんですか？はい、僕の中のイメージとして、まあ、ラジコンって割と、なんだろうな、あんまりこうやるきっかけっていうのがないと思うんですけども、どんなきっかけで、ミニッツと出会ったんですかね？きっかけは仲間がミニッツの 4x4 っていうのを始めまして、はい、まあ、一緒にやらないかっていうことで声をかけられたんですけれども、はい、まあ、なかなかこう一人で河川敷にこうミニッツ持ってってやるみたいなイメージが自分の中で湧かなくて、でいろいろ調べてるうちにこうコースで走らせて走ってるものがあるっていうのを知って始めたっていう感じですかね。なるほど。でこちらを見るとこれミニッツエボですよね。はい、プロポモノーブルがあるということが、ノーブル買わせました。1ヶ月ってことは、はい、RWD とかを経ずにいきなりこちらに来たってことなんですかね。そうですね。おー、すごいですね。こちらなんだろう、ミニッツっていうと僕の中のイメージだとやっぱミニッツ RWD がこうなんだろう、ゴールインパッケージみたいな感じでできるってイメージがあるので、はい、最初はそっちに行くのかなと思うんですけども、このエボをいきなり買ったっていうのはなんかどういう理由的なものあるんですかね。なんかこう、もともと模型とかが好きで、はい、こう、まあ、セッティングを出したりしていくのになんかこうエボの方がいろいろいじれるかなっていうことで、まあ、どうせやるならっていうことでエボを買わせてもらいました。ミニッツを調べた時にじゃあもう最初からエボがあるってことは知ってたっていうことなんですね。そうですね。なるほどなるほど。で自分がやるならもうやっぱりエボでやりたいみたいな。そうですね。ああなるほどなるほど。結構ですね、僕基本的には RWD から進めるんですけども、はい、やっぱ長くやる場合には大体の人が大体エボを買うので、はい、やっぱ長くやることを最初から分かってる場合は実はこのエボを買っちゃった方が結果的に安く済むんですよね、うんうん、はい、じゃあすごくいい選択だと思います、はい、でちなみに先ほどお話を聞いてたら、はい、結構僕の動画に影響を受けているというお話を聞きまして、そうですね、確かにこう見るとですね、プロコアノーブルがあって充電器がパワーレックスですよね、はい、があって、でここのタイヤゲージ、こちらも確かに紹介してたことありますし、はい、うん、あとはこちらのマッシュ、なんだっけ、ケースですよね、はい、こちらも僕が動画で紹介してたやつですよね。そうですね、セリアで買ったってことですね。セリアで買わせてもらいました。なんかこういろいろと僕が紹介してることを本当に実践されてるのを見るとすごく嬉しいです、はい、ありがとうございます。もう本当にこうミニッツの動画を探した時にやっぱ朝バーサーの動画で全てを学んだっていうような感じですかね。あ、はい、そう言っていただけると僕もすごく嬉しいんです、はい、ありがとうございます、はい、でマシンの方なんですけれども、こう見るとエボの緑缶で、ピニオン6枚ですかね。ピニオンが7枚のナローの、ナローツーリング仕様になってるんですね、はい、お、いいですね。じゃあこれは誰かに教えていただいたってことなんですかね。そうですね、セッティングも、まず走らせた時にこうどうしても転んじゃうなとかいうのがあって、そう、常連さんとかに声かけていただいた時にジャイロがあった方が転ばなくて走りやすいよっていうのを聞いて、まあ、その GP6 仕様っていうよりナローの仕様で、まあ、ちょっとまずは慣れてみようかなっていうところでナローから。そうですね、ミニッツカップ そのレギュレーションの中で GP6 っていう、まあ、すごくオプションパーツも少なくて、ラップタイム的には遅いカテゴリーが確かにあるんですけども、実は
走ってみるとジャイロとかがついてるナロートリングの方が楽なんですよね、うんうん、なかなかそれあの初心者の方ちょっと勘違いされる方が多いんですけど、こっちの方がやっぱり早いから難しいんじゃないかと思われがちなんですけども、はい、実際やってみるとこっちの方が実は全然走りやすいんですよね。そうですね、うん、なので、いい先生に出会えたんじゃないかと思います。もう来てやっぱ走らせた時にまず一番最初にどうしても転がってしまうっていうのがあって、こう一人でごちゃごちゃ悩んでる時にもうどうしたのって声かけてくださって、それからまあいろいろセッティングを教えてもらったりとかしてやっと走れるようになったっていう感じですね。まあやっと走れたって言ってもまだ1ヶ月ですからね1ヶ月で、まあ、この後ですねちょっと1ヶ月でどれぐらい走れるようになったのか見ようかと思うんですけども、はい、まあ、こちらの方ナローツーリングしようということで、ノーブルと、ちょっと走っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではお願いします。はい、ナローツーリング仕様のナッシュリーダーです。ごめんなさい、すいませんすいませんナイスタックルミニッツはどうしても狭いところが来るので、まあ、あれぐらいの、まあ、ぶつかるには、まあ、あるんで、まあ、お互いにごめんなさいって言えば全然問題がないかなというふうに思います。あ、ごめんなさい、全然1ヶ月には見えないですね。いやでもやっぱ緊張しちゃって手元がうまく、うん、この直線がこれだけ安定して握れるってすごいことですよ。これあーごめんなさい、すいません。あーごめんなさい、あーごめんなさい、すいません、いただきます。はい、ごめんなさい。ヤンミンさん、今タイム的にはどれぐらいまで出てるんですか？タイムは9秒ちょっとぐらいですね。9秒ちょっとぐらい、はい、早いですね。ちょっと他の方も言ってたんですけど、ちょっと成長が早いですね、ヤンミンさん。いや、そう言っていただけると。他の人も何だろう、動画見た人が1ヶ月経ったらこれぐらい走れなきゃダメなのと思われちゃうと非常に困るのでそのちょっと、なんだろう、とても柔らかでいいんですよやっぱこうぶつけないで走るのが難しいですね。今日なんか特に人がすごく多いので走るのがすごく難しいと思うんですけども、もう堂々と走れてますよね。はい、ここで終わろうと思います。ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、走りの方を見させていただいたんですけども、はい、あの1ヶ月という割にはちょっとうますぎてしまって、正直ですね困惑しています。まあ、練習の方も、やっぱされていたと思うので、はい、まあ、もうよく言えばですね、やっぱりその初めて来た日にお会いして、その全然走れなかった時に撮りたかった、はい、もうそれぐらいちょっと上手くなるのが早すぎて、 いやいや、はい、ただあまり上手くなるのが早すぎると、あのうちの動画によく出てくるわささんって方、はい、ご存知ですか、はい、あのわささんにあの目つけられてしまうので十分気をつけていただいてですね、はい、なんか最近わささんこうなんかさあ狩りの時間だとかって言ってなんか、初心者狩りをするだろうって言って噂も流れていますので、はい、ビンビン走られてすごいなと思います。はい、まあ、今は冗談なんですけどという感じで、もう結構すでに装備の方もバッチリ揃っていますので、あとはもう本当に走るだけでどん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 速くなっていける、速くなってくるからだん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 自由自在に操作できていくようになると思いますので、はい、うん、まあ、あまりこうやりすぎると疲れちゃいますので、はい、まあ、無理しないように本当楽しくやるのが、はい、一番だと思いますので、はいはい、でちなみにさっきちらっと聞いたんですけど、はい、なんか2台目もあるとかって言ってましたよね。そうですね、あ、持ってきてるんですか。ノービスの
ワイド？ワイドの。ワイドもあるんですか？ノービスの。あ、すごい。はい、ノービス仕様ですか？で一応青モーターで。はい、すごいですね。はい。すごい。あ、ボディもかっこいいですね。あ、もう。なんだろう、初めて1ヶ月でも自分のパーソナルカラーがあるのはすごいですね。結構ミニッツラジコンって結構あのお顔とかよりも結構マシンで覚えられることがすごく多いので、はいはい、うん、自分のカラーがあるっていうのはすごくいいのかなっていうふうに思います。で今回僕の動画で出たことによって、まあ、ヤンミーさんのことを多分覚えた方も結構いるんじゃないかなと思いますので、はい、はい、まあ、今まだ1ヶ月ですけども、はい、多分今の調子だとあと2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらい経った時点でだ、はい、もう割ともう何だろう、中級者ぐらい、まあ、中級者までいかないにしても結構いろいろ覚えてくると思いますので、はい、そしたらまた新しい方が来た時に、はい、声とかかけられるようになりますので、はい、そしたらあの逆に今度は初心者の方をアドバイスしてあげる立場にもなってくると思いますので、はい、ぜひぜひご協力の方、はい、よろしくお願いします。まあ、そうやってあのミニッツのは広がっていったら僕はいいなと思ってこういう動画とか撮ってますので、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、というわけで今回はこちらの、ミニッツ初めて1ヶ月であんなに上手くなってしまった、ヤンミーさんの方をご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。